ふえな、しかし結構もう体力が限界になってきた。バッチ今5個ですね。はい、ナックラどこで出んのかな。ナックラちょっと出にくいのかな。あーどうしようね、アーマルド取ろっかな。爪の稼ぎにしよう。お子さんはバレンタインのチョコを送りたいのでお収集してください。東京都六本木ヒルズ97階の、9702号室です。ヤシロンばっかじゃねえか。あ、ちょっと待って。
よいしょ。OK、大丈夫です。明日病院行くか。病院だな、病院。てか、ヤジオしか出ねえな。砂漠ってちなみにここだけだっけ？違うよ、なんか上にも方にもあったよな。レジロックとかがなんか眠ってる場所まで、あそこまで行けたはずだよな、確かな。下の方か。下か。だから病院を、だからな、病院に行くタイミングが取れなかったの。今日祝日だし、だから結局やっぱ平日、明日きっちりちょっとお休みいただいてんでから行くよ。まあまあ休みっていうか、まあ一応ちゃんと気引きでちゃんと、まあ、正式に休む権利はある気なんで。そこでうまいこと、まあ、利用じゃないけど、スタジオショップちゃんと体のことを考えて行ってきます。はい。ちょっと疲れた。いろいろ疲れすぎた、本当に。結構その落ち着く間もなく、その昨日の大会とか、今日の配信とかを迎えていって、ちょっといろいろね、僕もね、溜まってるものがあるんで、本当に、明日じっくり病院行ってね、自分の体と向き合っていこうかなと。まあ、ヤジロンばっかやな、出んのな。なんでやねん。こっちやったっけ。配信中抜いてねえだろうがよ。やーべえ、ちょっともうそろそろ9時間か。9時間放送か。間違いなくここ2、3年で最長だな。それは間違いねえ。マジ外さんだこいつのドラゴン。いや昔1回で24時間配信やったことがあって、ユーストリームってとこで、それがもう過去最長なんですけど、それに次ぐ長さだね、これはね。9時間はゴーグル好きなことアピールしてんだろ、分かってから。あ、防塵ゴーグルだ。これはうまいよ、これ。これか、これだな、レジロック。ここにでかい穴が開くんだよな。それをどうやって開けるかっていうのはな、これからみんなで考えていこう。この下側なんかある？お、砂嵐だ。
よいしょ。あ、怖かった。これでなんかカーソルつけたときにこういう風になっちゃうんだ。なんかこうやって どっかクリックするとカーソルがついちゃうのか。あ、いや、ちょっとナックラだけマジゲットしてんだよ。ナッギラーだけは。いや、遺伝技は何でもいい。とりあえずナックラの個体が欲しい。使うから。岩落とし。え、ナックラ朝昼しか出ない？え、でもまだ多分俺のこの DS の時間だと昼のはずだけどな。いやちょっと待って、そもそも朝昼晩の概念はねえだろう。ないはず。サメの氷の際は、いや遺伝じゃない、確か普通に覚えるはず。いやなんかこの GS いつの間にか時間がずれてて、直すのもあれだからちょっと直してないですよ。直そっかな、ちゃんと。あ、出ちゃった。待て、ナックラ出にくいね、ガチで。ブドウはあんな考えてたのにな。レベル40になったら、あの進化させます。あのあれは、あ、来た。昨日ここはレベル40で、あの技を取得 してあの行く、あの進化させる。当たらねえな、おい。あ、雪崩覚えてんのか、これやばいな。トイカ言いながらご了承するっていう。穴を掘るか。で、まあもうここでボール使っちゃおう。そんなに捕獲率は低くないはずなんだ。ボール、もういいや、プレミアボールいっとくか。プレミアムナックラー、きた。捕獲成功。
戻りまっか。テテ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 いや、プレミアムの効果はないけど、まあ、ボールが違うじゃん。ボールがかっこよくなるじゃん。俺、ルビサワやってた時は、ダイゴに何回か負けたと思うよ。そうだ、多分、初見で一発クリアはなかったと思う。確かグリーンは確か初見で倒した記憶があるな。いや、ちょっと休憩しようと思ったけどな。なんか下手に休憩したらなんか一気に集中力切れそうで怖えわ。あ、てか真ん中だっけ。まあでももう半分以上いってるよね、これ、うん、ほんで、ボックス整理で、万博あ、地鳴らし覚えてんじゃん。あ、地鳴らしは元からか。万博か、ワンパク。まあいいよね、特殊使わないもんな、ストーリーは。まあ別に性格なんかどうでもいいねんけど、まあ、穏やかとかいうか全然いい。サボニアもこのうっかりは悪くないな。じゃあまあこのナックラーをちょっとまあザングースの枠で交換しますか。じゃあ行きますか。土下座してる動画見てコミ入りました。あ、ありがとうございます。あ、なんかそうだ。職率今 50% じゃない、ジャスト 50% ぐらいやろう。うん、あー、ちょっと待って、これキバリアも結局ゲットする。まあいっか、いやいや。でですね、バックからの技マシンからの波乗りと、続きこれでフル秘伝。こいつ何時間ゲームしてんだよ、気持ち悪い。いやー、ゲームの楽しさを知らん人間の方が愚かやなと思うけどな、俺は。かわいそうに9時間10時間ぶっ続けて夢中になれることがお前にはないんだな、かわいそうにの。ちょっとアンケート取ってみよう。ちょっと10時から見てるってやつ、ちなみにどんぐらいおる。まあ、そろそろね、ご調理中間地点なんで。
っと待ってな、まあいいや、なんか選択肢出すか10時から見てる昼過ぎくらいからか、まあ夕方、まあアバウトでいいんで夕方くらい、まあ4時5時6時ぐらいからって人は3に入れて、じゃあまあもうほんとざっくりでいい、ざっくりでいいんで、だいたいこの時間だなみたいな。告知したい予約枠、あーでもそうか、ツイッターとかブログとかで貼れてないんかな、すいません俺は昨日の夜の限定会でマジで、昨日限定配信でそのベッドを組み立てる方法をしたんですけどね、顔出しで。そうか、あれから寝てないんか、もう俺もあれあんまり睡眠取れなかったな結局は。なと逆になんか疲れすぎで、昨日大阪から帰ってきてもう逆に疲れすぎであんま寝れなかったな、うん、結果表示、マジで10時からの方が一応、へー10時から人多いな、うん、いや皆さん本当にお疲れ様です。そうか、ちょっとせっかくなんで、まあでも今日休めた人もまあ多いやろうからね、いいスイザーをちょっと登録しとこうか。で、釣れないなぁ。なんか今回フィールド上でのもなんか主人公のモーションがすごいなんか細かいな。来年入会してるか、ありがとうございます。コイキングか、レベル結構高いな。あ、てかここじゃないか、ここで出るわけじゃないの、キバニア。あれなんか今あれペリッパーじゃないか、こいつが何でも幸せ卵を持ってる可能性があるらしい。この後の場所か、19番道路か。マジかい、マイナスするか。外しよった？多少は捕獲しやすくなったやろ。いけモンスター、じゃあスーパーボール、あースーパーボールが跳ね返ってきた、しまった、お祭りで救ったスーパーボール投げちゃった。
はい、ゲットしました。えげつない寒さえげつなさすぎたなてかやっぱこの図鑑のイラストええよこれ、みんなちゃんと見とけよ。ゲーム内のグラフィックじゃなくてちゃんとこの図鑑用に描き下ろされたイラストやで、これアニメっぽい感じの。もうすぐ塾、塾ってこんな時間にやってんねん。エアカッターで行くか。レアゴール。ニトロチャージいいか。あ、間違えた。いいんだ。ナックラちょっと育成していくか。びっくりした。さあ、俺自分で変えたんや。まさか橋本知事のネタをポケモンが取り入れるって取り入れたかと思った。びっくりした。自分で書いたんや俺。覚えてる、前に戦った時あなたが言ったセリフよ。だったらちゃんと覚えてんだからね。じゃあなんか6文字っていうのがな、あれだけど、なんかかっこよく決めるか。じゃあ、ありのま流行語手前とか、いてこます、いてまえ、いてま、いてまうでとか、もうこんな感じで。すいません、本当に。